承認欲求が強すぎ。長谷川京子、セクシーすぎる下着ショットが話題に。承認欲求が強すぎ。女優の長谷川京子が27日自身のインスタグラムを更新。投稿写真が話題となっている。長谷川といえば2008年にロックバンド、ポルノグラフィティのギタリスト新藤誠一と結婚し、2子を設けるも、21年10月に離婚を発表。19日には、6歳年下の都内のレストランオーナー男性 A 氏と交際していることを、女性セブンで報じられ話題に。先日には、にっこり絵文字を添え、鏡越しの自殺リキャミソールドレス姿のショットを公開。この投稿に対し、ネット上では、美しすぎてため息しか出ません、などの声が寄せられている一方で、一部ネット上では、色気を前面に押し出してる感がすごい、すごくケバくて必死さが痛々しい、といった冷ややかな声が上がっていた。そんな長谷川、今回は SB のアイコンであるカービングラインブラをベースに、より軽やかな付け心地にした新商品を作りました。ブランドのフィロソフィーである自分を愛するを大切に、そしてその先にある解放へ。自身がプロデュースするランジェリーブランド SY の新作を身につけた姿を公開した。この投稿に対しネット上からは、セクシーすぎるやんけ、魅力的すぎてうっとり、などの声が寄せられているのだが、その一方で一部ネット上では、本当に綺麗だったのに、承認欲求が強すぎる、なぜ脱ぎたがる？といった声が上がっている。セクシーすぎる写真に様々な反応が集まっていた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。